このケーブルリーブですね、基本的にはずっと光ファイバーにテンションを張って、コントロールしているという方式なんですけれども、ここはどうぞ戻ってくると自動的に巻き込みますけれども、実はいろんな工夫が、千葉工大さんが、使ってきた技術が入っていまして、例えば今登っている最中にこうガタガタッと滑り落ちたとすると、そういった時に直接光ファイバーがリールのこのドラムを回しているとプツンと切れてしまう。でそういったことがないように間に一回こうバネの干渉機構を設けて、直接はドラムを巻いたりつながったりしない、一旦干渉機構を介してドラムが自動的に送り出したり巻き込んだりする、そういった非常によくできた工夫が取り入れられています。このケーブルリール、1キロ巻くにあたってミンスの時と比べてケーブルの径も太くなっていて、1キロ巻くというのでリールの容量がものすごく大きくなっているんですね。でそこの